イス政治といえば時代小説家ということで、以前その時代小説の中心にお話ししたわけですけど、今回はその恥政治の中で、晩年に、多いわけなんですけど、時代小説以外にですね、俳句とかそれから各出版社に随筆をたくさん出しております。それで、何冊かその随筆集を出しております。その中でですね、生まれたやはり国府地区の福里恥のあたりですね、幼い頃に育った曽根の思い出を、俳句にも載っておりますし、随筆にたくさん載っております。そのあたりで、の大体のお話をしたいと思いますので、質問させていただきます。恥政治といえば、福里の長宗茶の福里生まれで、明治26年に福里の生まれております。それで、本名は赤松でございます。皆さん知っておられると思うんですけど、赤松松五郎とそれか母の、津という人の長男で、それで、赤松静太が本名です。ペンネームが恥政治ということで、それでお父さんが早く亡くなっている関係で、非常にも幼いことの時の思い出が非常に多くの本にも載っておりますし、それで父親がどういうようなことをしたということをたくさん書いております。それでお父さんもいろいろ意欲があったようで、その当時のことですから農家ですから、最近昭和40年頃から直販いうことで稲の作付けにしたのが多くあったわけですけど、その当時明治の初めにですね、お父さんがそういうことをして、失敗したということにも随筆の中にも入っております。それでお母さんも非常に、お母さんが特に何かいろいろの随筆を見ていますとですね、勉強家で本をなんか読むのがお母さん非常に関心があったようでございます。それで、母親もなんとか生活を楽にせなきゃいかんということから、いろんな仕事にもかかります。随筆の中にですね、明治29年に、お母さんが京都ですね、産婆の学校へ修行に行くわけなんですけど、まだ肺政治も小さい時でございますから、非常に1週間ほどで、母親も帰ってくる。その理由はやはり子供が非常に寂しがるということで、一旦そのお母さんも京都への産婆学校行くわけですけど、その1週間ほどで帰ってきてるようです。それから明治32年に、今国府小学校で、入学しております。それでその当時ですね、今国府小学校の幼稚園がありますね。そのところで、ヘリに、ゆすぎ川のヘリに幼稚園があります。それでちょうど北側に橋がかかっておりますよね。その橋が昭和44、45年まで実は土橋だったわけなんですよ。それでこれが昔からのその明治時代からずっと土橋がそれが続いていたようでございます。そこでそのあたりで船や川魚を釣って、それで大きなものが釣れて家に持って帰ったら、お父さんがそのぬたをして、託させてくれたとか、そういうのも随筆の中に載っております。それで、そういういろんなあのあたりで、は魚もそれから小魚、船なんかがたくさんおられたようで、乗ったようで、それでも釣りを楽しみながら、そういうその時代ですから
ぬたでいろんなことをして食べているようです。それであそこにあの橋を今その橋をかかっとる南側が今何もないわけなんですけど、そこが前にはそのあの杉の木なんかが生えており、私たちもそれを覚えたんですけど、杉の木、そしてから石であれ、地蔵さんですね、いや地蔵さんです、あるいはね、地蔵さんか、地蔵さんの今でもその反対側の南側に、このくらいな石でなんか移転しておりますけど、あそこに地蔵さんがあったということで、そのあたりのこともあの随筆の中には何回か載っております。それで、その時代に小学校のその当時は小学校が4年でも済むんですね。それで、4年の卒業の時に、岡山で、まあ、卒業旅行に行った時に、帰りにその雨が降りそうないうことで、みんなのその傘をお父さんが集めて、それで、迎えに行ってみんなに配って、それでゆっくり去ったのが先生の忘れとったいうことまで書いてるという質問ございます。それで、そのね明治36年ですね、それが。それでその秋に実はあの父親が亡くなりまして、父親が36歳で亡くなっております。それから、まあ、非常に、本人としても生活をするも一家としてその大変な時代に入ってくるわけです。それで、最大寺 の、 その伊勢屋という極小です。そこへあの奉公人として、行き、途中また岡山の荒物問屋なんかへも奉公人として通っております。それから明治40年ですね、あの岡山のその荒物問屋なんかに奉公した時に、大阪から業界新聞いうのがその当時、来とるようです。それでその中に投稿する欄があって、それで何回も投稿するとね、そこで入選する、旅とか入選するわけなんですね。それで本人もそのなおその入選すれば興味が湧いてくるということで、それでこれ私あの戦後のことまで時期でしたかね、聞いたことがあるんですけど、福里弾地区では昔からその歓句とかね、俳句そのものが非常に盛んに行われていたようです。それで、花行というんですか、投稿するのに一句いくらいうことでお金を出して、それを皆さんを集めて、それから入選した人には商品としてその家庭用品を出すというようなこと、そういうふうなことを1年のうち何回もやっておったようです。それで私も話を実に聞いた時も、戦後にも何人かの人は歓呼なんかをずっと続けていたようです。まあそういうふうな地域からもあったんでしょうけど、非常にその本を読んでそういうことにその興味を持つようになってきて、なっております。それから自分もやや自信がついてですね、明治42年に、尼崎汽船、まあ、福島とからね、行ったんでしょうね、大阪へ、まあ、その戦車を訪ねて、夢を持って行くわけなんですね。そうすると大阪にその着いて、その戦車を訪ねて、ようよう、まあ、お会いするとですね、戦車は花押しであったということで、随筆にこの中にも生原稿があるんですけど、戦車は花押しであったというのが生原稿にも載っております。それから私以前に遊び事でこういうことをしとったわけなんですけど、これにも戦車は花押しいうのを花押職人ということで
随筆がありましたんで、これも問い返したことがあります。それで、その状況を見て本人もこれではというのがあったんでしょう。それでまたこちらへ帰ってくるわけなんですけど、その時には、おじいさんが何か迎えに来たかなんかいうことも書いておりました。それから明治43年に岡山市の活版屋用具へまた勤めるわけなんですけど、そのから本格的に勉強を、していくわけでございます。新潮社で本格的に勉強するということで、これも随筆には載っております。それから大正に入りまして、山陽日報、今山陽新聞ですね、それに小説をもう発表して、これは初めてその新聞の掲示になっております。その当時から東京の石川安山市の書生としてまた上京していきます。それから大正5年、いよいよそのプロとしての小説家ということの基礎ができた、その大正5年にね、奥さんの春野さんと結婚して、それから大正11年に、週刊朝日、今もちょっとお話したわけなんですけど、今の本屋行った週刊朝日のこの半分ぐらいがありますよね。それで萩政治は週刊朝日の創刊者なんです。それでこれはあまり皆さんに知られてないわけなんですけど、これはもう週刊朝日を創刊したのは萩政治ということで、他の資料にも載っております。それで、これが大正11年、これが大正12年の、創刊の本はこれは私手に入れてないんですけど、これ一人も傷んでるわけなんですけど、これが大正12年の週刊朝日です。この中にも当然、ここに萩政治のが載っております。あれはある人にね、川崎さん、その萩政治は子供朝日を作ってらせんかなということで、それでいろいろと古書店見たわけなんですけど、結局私は要点に入れてないんですけどね、その当時、それから後かもしれませんけど、神戸あたりで相当いいとこのお家へでね、子供朝日のだいぶ何年か出しとるそうです。それで、これは私初めて聞いたのがね、あそこの荒木さん言うて、小説家が三島の人がおり、今岡山へ住んでる人がおられるわけなんです。その人から初めて聞いたわけなんですけど、その子供の週刊朝日いうものはいいとこの家庭じゃないと取ってないということで、だから部数も少なかったんじゃないかと思う。そういうようなことで話だけは私聞かせていただいたわけなんですけど、そういうのも出しとるようです。それから大正12年、ここで、全国的に有名になったのが水野十郎左衛門というのを時代小説を書いております。それで一気に、これ全国的に名が知られ、この時から萩政治のペンネームを使っております。だから週刊朝日の時にも初めてその萩政治の名前が出ております。それまでは、本名での名前でしたんですけど、その後ペンネームとして萩政治ということでしております。それから昭和元年、これ大阪朝日を入っておりましたのが、その大阪朝日を退社しております。それから本格的な時代小説に入って、
これはまあこの前の時にこれも大体であると思うんですけど、もう毎年何冊となくね、時代小説を書いて、その中で砂絵縛りというのをね、書いたのが、これがその当時の映画会社4社が、共演した同じのを作っております。それで、その資料は今日出てないな。実はね、吉備時文学館のこのパンフレットの中にね、砂絵縛りの初版のがあるんですよね。この初版は私も両手に入れられたんですけど、これは吉備時文学館にはこれがあるんですよ。これは立派な本ですわね。ここの真ん中へ砂絵縛りがこうあるわけなんですけど、これは他の砂絵縛りの本は何冊か手に入れたわけなんですけど、この初版だけはどうしても手に入らなかった。この吉備時文学館にはこれ、吉備時文学館には平成時の資料がだんだん保持しております。それで、以前にお話したところが、これからずっともう1年間に、何十冊いうぐらい出しておりますね。まあ、最後までのおそらく150から200ぐらい出たんじゃないかと思うんですけど、私手に入れたんだけでも100以上ありますからね。だから相当の時代小説、結局テレビでは時代劇が少なくなりましたけど、時代劇の打ったては平成時がもう始まりですからね。それでこれも皆様に知られてないわけなんですけど、無声映画の時からね、何本か出ております。それから今日一冊だけも出てたんですけど、これ電子取物帳の中の、これ小竹の本ですけど、これ全部原作者は恥じせいで、俳優もこの時には皆さんよくご存知の方の超一流の俳優ばかり出て、これの映画の原本ですね。だから、はい、その当時時代劇という、いわば恥政治を述べては考えられないというような地位にあったようですね。まあ、それがずっと続いた後に、今度まあ自分の随筆なんかが出てくるわけなんですけど、その中にですね、昭和9年頃から成功うどこいうのは皆さんあるわけなんですけど、それじゃなくてな、晴れた日に釣りをしてな、雨が降ったら原稿書くことでな、こういう本を出したわけなんですが、これがもうほとんども随筆ばかりしております。それからここにない米のなる木で、随筆集が全部あります。それでこの中にはね、岡山のことや地元のこと、終わりの、しまいの方に、郷土の殿様とかが地元のことが書いてるのがたくさんあります。実はこのね、米のなる木というの、瀬戸内テレビがね、以前にちょっと忘れてたんですけど、中にしか言えたディレクターいう人がられたそうです。それで今訪ねてみると、それはもう東京に帰られておられるということで、そのディレクターいう人は相当なんか優秀な人だらしいですね。それでその人が金光町のね、金光町に、非常になんか力持ちの人がおられるの、実は
以前にね、各町村が何かその1時間ぐらいのものを、辰岡さんご存じないかな、あの産業映画なんかがね、その町から委託を受けて、何かその町のその有名な人を一つの映画にしてもらえないかというのが時期があったわけです。それでその時に金光町が、その何の他にないということで、その力持ちの男の人を映画にしてくれいうなんか依頼があったらしいんですよ。それを恥政治が書いたということで国会図書館に立ってないということでね、何人で訪ねてこられたんか知らないけど、私電話があって、それは米のなんてありますよということで、それでこれを瀬戸して貸したわけなんですけどな、それでいつ放映するんですかいうことでお聞きしたら、45分番組にしてね、一回放映したことがあります。それで現在も金光町にそのフィルムを持っている。それをするのはこのいろんな随筆を書いている中で、その金光町もこれしかないということで、それでこれ使ったことがあります。これいろんな随筆が載っております。皆さんもそのよくご存知の昭和18年19年いうと、もう戦争が始まって、それで19年にですね、恥政治も福里へ疎開するわけなんですね。奥さんとそれからお孫さんと疎開して帰るのを取ります。それで非常にまあ時代がまあ操縦時代ですから、苦しい生活に入るわけなんですけど、ちょうどその昭和20年にですね、奥さんが亡くなるわけなんですね。それで、昭和19年20年頃に、疎開して帰り、それで恥政治はその釣りが好きにあったからね、あの付近で、大田翔太郎さんとか大熊かなえさんですかね、あの人だとそのよく釣りをしたいことで、これな、ちょっとつらいんですけど、福里大塚、今な、東美館長がありますよね。あそこの時は碑文がありますよね。それ今は碑文を全部もう回収して大きな碑文になったんですけど、その前の碑文がこれなんです。この写真なんですがね、このところで私も 1,2 回釣りしとんな、晩年に見とりました。これは大田の翔太郎さんと釣りをしとる時を見とりました。こうだから、こういうその紐のあたりがちょっと深くなっとるから、そういうところでハゼ釣りみたいなね、竿でこう次このくらいなね、竹でこれを何本も釣るわけなんですよ。それで実はこのくらいな切り箱を入れてね、それで、こうずっとこう何本も並べとんですね。それで金具はね、バッキングを使ったんですね。それで、今でもその竿中いう人を、まあ、これ私一回訪ねてきたことがあるんですけど、竿中さんが今作っております。それからその当時は東作いうて、東京でその竿地のもう超一流のな、江戸時代が続いとった超一流のその竿を使ってやっとるようでした。それで恥政治のお室さんを訪ねて行った時にですね、うちにその竿があるということで、実は以前にサウナの博物館で恥政治展をしたことがあるんですけど、それで買ってきたことがある。それで、その竿をこれの竿を貸したかね、その竿を借りてきて展示しました。それであとそのお孫さん赤松さん言うんですけど、その人が寄付するいうことで話が出たんですけど、私もねこれそのお孫さんが寄付せられるいうって値段を知ってられるだろうかなと思って、実はそのお孫さんにな、実はおそらくこの竿は今現在で5、60万せられるよと言ったわけなんです。
そうしたらやはり救世主なんだと、そのくらい値打ちのあるもんです。それ以前にね、何でも鑑定団の時に、最初の時に何回かその創業江戸の竿っていうのが出たことがあります。それで、今でもその盗作の竿はそれはものすごく5、60万以上します。それでもう切り箱入りですからね。だからそういう道楽でその竿をその次々の伸ばして、今ディールでこうやってこうするのが釣りなんですけど、そんなにはなしに、ハエなんか釣るのはなんかそういうふうな竿で釣っとるようでした。まあそういうことをしてその楽しんで、いろんなその全国を回って、この釣り人生とかね、それから魚釣り随筆とか、こういう本を、それから魚釣り30年とかね、これ全国でいろんなところで川に行って釣っとるようです。それで、伊豆とかね、あの辺り、それで非常に、まあ、釣りについて、海釣りじゃないですよ、どんどん川釣りが多かったようですね。まあ、その当時俳優さんでもそのゴルフが盛んになる前は、そういう立派なその竿を使って、釣りを楽しむという時代があったようです。それから、これ平成26年の新聞ですけどな、岸田銀行ので、皆さん知っておられる。それで、実はね、岸田銀行のその創業をですね、頼まれて、橋政治が、これ55部だけをですね、岸田家の方から頼まれて、岸田銀行の方は何冊か出ておりますけど、その中の橋政治が頼まれて、これを書いております。それで、銀行のその生い立ち、これ非常にまあ面白いわけなんですけど、これは今の三崎町ですかね、前の旭町じゃなかったかと思うんですけど、旭川をずっと上がっていくと、その旭町の近くに旭村いうのがあります。それで私も地図で行ったことないんですけど、地図で見ますとね、旭川から東旭川か中旭川、それから西旭川、だいぶその範囲が広いんですね。しかしその相当なんか山奥のようです。それで岸田銀行の一つの言葉の中で、大魚、大きい魚はですね、臭いところでは、臭い木では育たんいうことで、そういうまあ気持ちがあったんでしょう。銀行自体が若い時に、いわゆるその高瀬船に乗って岡山まで夜中に出たんですね。それで、一応営業変わるらしいんです。夜中にその羽賀村からちょっと旭川まで距離がありますけどね、そこから、高瀬船の乗り場があるそうで、それに乗って岡山まで来て、それから東京にその出ていくわけなんですけど、これこの間ね、石坂浩二さんがちょっとテレビを見とると、これについてその関心があるいうことで、いうのがこの一番その銀行が有名なのは目薬ですよね。これでも一躍財務なすわけなんですけど、この目薬がものすごくその売れて、この広告そのものが、広告いうものはこの岸田銀行が最初この始めたらしいんですね。それからその各広告いうものが出たということで、それで、その方でも岸田銀行の名前が出ております。それで、岸田銀行はいろんなことで
関心を持っておいて、これは私も一部難しいところがあるから詳しくわからないところがたくさんあるわけなんですけど、ここ今生まれたところの写真がありますけど、だいぶなんか山の奥の方のところでございます。それでこれを55部頼まれて、これを書いとるようです。銀行はあれは松崎天民か、あの人らとも交流があっとるようですね。それで、なぜその岸田銀行の原稿会で出ろかと思ったんですけど、あの中に一部載っとるのがな、岸田銀行さんも新聞社勤めとるようです。朝日新聞、大阪朝日でね。それでそういうふうな関係で、興味があってその書いとるようです。でこれはね、岸田じゃなくて、違います、松崎天民、それが岸田銀行に興味を持っといて、松崎天民が新聞社へ、その大阪新聞へ勤めとって、そういう関係もあったようです。松崎天民と八世とも以前から交流があって、以前の時もできとったんですけど、寄せ書きの時に松崎天民が一緒に名前が入っておりました。そういう関係で、岸田銀行の書いたんじゃないかと思われます。それからそのもう一つ、その俳句ですね。あそこへ関節のストーンですけど、俳句を非常にもうたくさん作っとるので、趣味で作ったらしいですね。それでこれ、クラゲ集いうのが一冊出たり、この中に、後で篠の一番しまいつけたんですけど、地元の関係の文を抜き出して書いて出しております。それで、このクラゲ集、これを出た後にですね、この第2部で最晩年にクラゲ集の第2ということで計画立ったようですけど、実は著作権を持っておられる深谷、深谷富江さんいう人が、これは東京の八重洲口の方へ八丁堀町がありますね、八丁堀のマンションへ住んどった、そこを訪ねて著作権を持っとる深谷富さんを一回訪ねて行ったことがあるんですけど、今は亡くなっております。それで妹さんもおられたんですけど、妹さんも亡くなったということで、著作権は今どなたがあるんだろうかと思うんですけど、相続関係から言えば お孫さんがね、ちょうど私と同じ土地の人で、その戦後に先ほど言いました疎開して帰った時にね、国府の小学校でちょっとおったらしいんです。そのお孫さんが今あそこのね、伊勢崎にとちょっと出してきました、東京の手前なんですけどな、そこへ住宅を構えて、おられるわけです。その人に流れとんじゃないかと思うんですけど、今著作権については調べてないわけなんですけど、以前のその深谷富也さんはもう亡くなって、その兄弟も子供さんもいないから、おそらくそこで著作権は切れとんじゃないかと思います。それで、その著作権を持っている人に訪ねて行った時にですね、
あとクラゲ臭の第2を出すのと、それからカエルの腹場というので、その苦臭をこの生原稿そのままあるわけなんですが、それでたくさん俳句作ってる。これ実は出版されてないわけなんです。それで佐々木が持ってる人にお願いしてコピーだけを取らせていただいてね、ここに私持ったんですけども、原稿はもう全部お返したんですけど、今その原稿どうなったかわからんんですけど、だから未発表のまだ俳句がたくさんあります。でこれまだいちいち私も整理をしてないわけなんですけど、他の原稿もその一応コピーだけ取らせてくれてあるんですけど、他だからいただいて取らせてくれました。その中でその俳句のその資料の一番しまいに載せとると思うんですけど、まあ郷土のクラゲ臭ということで、ちょっとまあ関係のあるところだけを出していました。それで一番の船を出して、後の草の尖り蹴りの、これね実はあそこ国空小学校の前、今の給食センターがありましたね、あそこのところがちょうど、ね、あれは昔から江戸時代から星田川だから伊吹川に入ってすぐのところがね、船着き場で、今でもあそこの土手を掘れば石が出てくるわけなんですけど、それと神へ宇佐尾根中学へ上がる手前のところへも星田川のところへ、私は工事に携わったことがあるんですけど、その時にもね、剣道の下のところちょうど石段がずっとある船着き場があるんですけど、そこのことをなんか歌っとるようでございました。それからその次の手にもする母の手連れの骨牌かな、これはなんかカルタですね、カルタのことですね。だからこれはその時のその娯楽用品のようですね。それから4番の塀の壁に根付けるスイカかな、これは昭和21年ですか、大水がありましたね、その時のことを歌ったのが、塀の壁に根付けるスイカかなということで、水害で、それを歌っとる句です。それからその5番がですね、これがその湯月川のその饅頭鮭、炎の饅頭鮭の土手だけがあるいうので、その子をそれを歌っとるようです。それから6番目がですね、不利する布の子の田植えかないうのが、昔に田植え言ったらなんか道具みたいな雨が降ったりとかしたらこう着るパグのことがあったんですよね。それから不利する布の子の田植えかない、その次に鉄積みが砂吹き歯は忙しい、これがこれですね、鉄積みは砂吹き歯は忙しい、これは敷地にこれ直筆で再生品、これもお母さんのことを歌っておりますね。それから9番もお母さんね、汗の香り歯に痛いと思う時というの、これも母親ですね。それから10番がこれ冷やめき、喉じゃな、使いし、置いた母ということで、それから11番のふるさとの山に帰って水流し、これ流し、これも地元を歌っておりますね。それから14番のあたりもそうですね。それからこれはまあ色紙だけなんですけど、どこを撮ったのしか戻ってみて掲げされそうな冬用紙というのもあります。それから膝頭だけをこたつの女から、これなかなか色多いようなアイコンがあります。これは大井の外に勾配の鶴ばかりの同じか、これ短冊絵にいろんなのが書いてあります。これ本人も気に入っとったんじゃないかと思うんですけど、
短冊にもこれと同じ文句を書いてもらいます。これなんか村上源ではいろんな人との寄せ書きがあります。それからね、実は俳句にね、これあの助信さんに言われてね、あの実は埼玉県の、あれは川越でしたかな、いや所沢市、埼玉県の所沢市にね、助信さんと言われる人がおるわけなんです。実は助信さんは、私もこれ埼玉県で訪ねて、これは著作権を持っている深谷さんのところに行った時に、高校して岡山から来られるんだということの話を聞いて、ぜひその助信さんのところに来てくれという話があったわけです。それで急遽埼玉まで行ったわけなんですけど、何をせられる人かというのが十分分かる人に行ったわけなんですけど、これね、先ほど時代小説をも書いておれば必ず写真師がいるわけなんです。それでこれはこの写真は歓迎作品の写真師です、絵ですよね。これを織田飛屋の画集としてね、この助信さんがこう全部さられたわけなんですよ。それでその時に私一冊分けてくださいということでお願いしたんですけど、もう今全部一冊もないということで、分ける売ることはできないということで、岡山の図書館に行けば全国の図書館に全部寄贈しとるからあるからいうことで、帰って岡山の図書館に行ったわけなんですけど、目録にはあるんですけど実物がないわけですよ。いうのがね、誰かが貸し出ししてもそのままなっとるようで、そしたらもうよろしい言うたらね、図書館にもメンツがありますからね、1週間待ってきたら取り寄せますから言うて、それから電話があって行ってみたら、これ名古屋から取り寄せてくれたり、それを全部これコピーさせてもらったわけなんですけど、実はね、この織田富弥さんは時代小説の写真師では全国でも随一なんですわ。それでね、たまたまな、これ平成27年の2月11日の山陽新聞の全県版を見ますとね、ここで織田富弥さんのが岡山出身とこ出てるんですよね。それでこれ展示があるということで、それでこの本のもこれ写したんですよね、助信さんのね。それでこれはね、だから山陽新聞もその織田富弥岡山出身というのも知って、それでここへ記事を出されたんじゃないかと思うんですが、東京のねどこかでだったか企画でもしとるわけなんです。それでこの人の絵いうものを持って後で見てもらえばいいんですけど、動きがものすごいあるんですね。それでその時代小説を書いても、絵を最初見ますらね、それで時代小説が、でその小説そのものが生き返るというぐらいのものすごいその迫力があるんですね、この織田富弥さんが。それでこの人が岡山市内の出身だそうです。それで安治政治もそういう岡山市出身で、この人との付き合いを大分して一緒に仕事をしているようです。それからちょっと話が聞くつるんですけど、挿絵師で、ここにね、中和也いうのがあるんですね。この人もその恥政治とその時代小説を一緒に書いたときに挿絵師で使っております。それで、この中和也さんの画集をするからいうことで、これまたその、助信さん、埼玉県の助信さんが関係したんですね。それで助信さんと私電話があって、川崎さん、この中和也の資料あんただいぶ持っとるいうことで、それでコピーを送ってくれて、実は何枚もコピーを送ったわけなんです。それで
こういうまあ印刷前の誰かできたわけなんですけど、実は今ご存知のように出版社がよく倒産しておりましょう。大手の大塚さんでもどうも倒産しておるようにね、出版する前に倒産したわけなんですよ。それで、これもほとんどできて、その印刷する前ですけどね、まあ彼女でね、あのその送るだけ送らということでこれ送っていただいたんです。それでその中和也さんもですね、これ一家包丁ですね、竹佐夢二で有名な、あそこは竹佐夢二の屏風や傑作、大作がだいぶありますよね。よく岡山でも一家包の美術館からのですよ、その一家包丁いう女、皆さんご存知のように、まあ温泉地ですけど、いい温泉地ですけど、たまたまあそこの場所がね、近くに草津温泉って超有名な温泉があるから、皆さんあちら行かれても草津温泉みんな泊まられて、伊香保で泊まれるのはまあ珍しいと思うんですよ。いい温泉なんですけど、しかしその伊香保町いうところはね、これ私も感心するんですけどね、実はこれをね、徳富ろ過と言うんですか、その記念文学館があるんですね。ここで挿絵師の企画展をしたんですね。それで伊香保町そのものがこういうふうなあらゆるその文化人やこういうの何回もその資料館や美術館が何箇所もあるんです。超大きいのはないけど、そういう町おこしかなんかでたまたまこれ手に入れたわけなんですけど、そういうのも展示してそのみんなに見せとるということで、だから伊香保町のところ非常にこういう時に興味があって、おそらく教育委員会がそれでまあこういうことをしたんじゃないかと思うんですけど、こういう文化人や昔の人を検証するということで、いろんな方法でそのやっとるようです。すいません、ちょっと話があって先して申し訳なかったんですけど、まあ俳句をその助信さんの時にお邪魔した時にね、なぜ私その家に来てくれということを言われたんだろうかと思ったら、味政治の資料をものすごく持ったんですね。それで見てみたらね、これ色紙なんですけど、コピーです。色紙なんですけど、ものすごくあるんですよね。それでこれ味政治が書いて、これ実は絵はな、三谷一馬言うて、この人もまた有名な人で、三谷一馬さんの下、この間な新聞でとかテレビかなんかで言われて、この間100歳かなんかで亡くなられたらしいんですよ。それで、何でも鑑定団が始まった時代にね、江戸の風物ということで写真や資料がない時にはその三谷一馬さんが書いてね、下の人はテレビをその時よく見ったんですけど、三谷一馬と書いたんですよ。でこの資料おかしいなと思ったら、やっぱり三谷一馬さんに依頼してまで書いたんですね。だから最近はほとんども三谷一馬さんが書いたんだなと。それでその晩年のですね、こういうのがもうたくさんあって、これ枚数だけど相当ありますよね。これをその博物館で企画展した時にこれを使ってくださいということで借りてきたわけなんです。それで、まあ、住んだ後に返しに行った後にですね、これを私が持っとったんではお粗末になったり原価で、やはり、生まれ故郷のその長船へ全部寄付しますということで寄付していただきました。それで今この色紙は博物館の資料館の中に全部あります。それから掛け軸も何点かあります。それでもうこれ全部三谷一馬さんです。だから色紙そのものから言えば外に打ちがあるんですけどね、まあまた何かの機会があったら市役所の教育委員会も展示してくれりゃせんかと思うんですけど、一応
資料を大事に博物館へその保管しております。それで助信さんは今も健在なんですけど、まあ、年賀状だけはやり取りをしてるわけなんですけど、まあ、そういうふうな人、その家に行った時にはもう玄関入った時から資料がいっぱいあるんですよ。それで次々話を聞いたりして見るとですね、まだ資料がある。それが帰る時になってな、1階を降りてくださいって言ってマンションの1階を降りたんです。そうするとマンションの1階をもう一軒も購入して、そこへいろんな資料があるんですよね。それだけの人ですから、やはりその萩政治についても非常にも関心があったんでしょうな。それから長谷川新聞もたくさんありました。それから他の資料でも、まあ、私急いとったもんですから萩政治のことばかり今聞いたわけなんですけど、そのような形で、いろんな資料はどうしてこれだけのことを集められたんだろうかと思うぐらい資料を持っておりました。まあ、そういうような形で、萩政治自体も時代小説はもう8割以上の小説家ではあったわけですけど、随筆俳句なんかで、このように、いろんな、資料を残してくれております。まあ、あまり一般的には萩政治としてなんか知られてないわけなんですけど、萩政治は最初も山陽新聞社にも勤め、それから大阪朝日も勤めております。それで大阪朝日で勤められて、年が私と同じなんですけど、西崎さんという人が今岡山市の海面あれ三好か団長おられるんですが、あの人が大阪朝日でなんか相当偉い人になって帰られておりますよね。あの西崎のお医者さんの長男ですかね、次男ですけど、その人が大阪朝日と朝日新聞に勤められて、それでその人の退職したのというのをお会いしたことがあるんですけど、萩政治が聞いたことがありますということで、だから時代が全然離れておりますから、十分なその、まあ、断りながら知られてないということで、それでも私も本当に最初に申し上げたように本当に素人でありますけど、どんなにかその瀬戸内市にもですね、非常にたくさんの人がおられるわけなんですよね。そこの小学校会員で見られても、旧地区から言ってもいまだにその名の知られた人が乗っとるぐらい、それでそういう人をですね、何か皆さんに少しでも知っていただいて、やはりみんながその地元を愛するいう気持ちになってもらえんかなという気持ちですね、私は持っておりまして、まあ、下手な話ばかり時々するわけなんですけど、その願いが、まあ、現職の時もちょっとだいぶありまして、実はその時にちょっと時間があれば古書店に行って、あれは岡山と倉敷の間の瀬の駅ですかね、あの近くへね、岡山で、古書店の図録を全部集めてですね、各町村ごとに段ボールの中に入れたりそろったわけで、その人の時にはライブの資料をお世話になって、奥町の人もそこからいい資料をいただいておると思います。私もそこからお三年の関係の分を大分いただいてきました。なかなかその目録を古書店から来てもやらけ目を通すわけにいきませんので、その人は専門的にも毎日それを目を通してものすごい、その1年間には全国から寄りませんね。それから瀬戸内市 その文化人の中でも岡山の古書店ではないけれど、
やはり東京の神田ですね。東京の神田、もう本当にどんなもんでもあります。もうなんか専門店ですから、専門でありますが、時々テレビでやりますわね。そこでこれは出てこないだろうなと。まあ私もこれもう一冊で、そのスイッチも聞いておるんですが、野田別天楼をやったことがあるんです。で、野田で別天楼の資料がないと思ったんです。神田行けばやはり出てくるんですね。句集なんかでもこの句集は絶対ないと思ったら出てくるんです、大正時分のね。だからそういうことをまあちょっとやったことがあるんですけど、やはり瀬戸内市でもたくさんおられます。もう奥町、旧奥町の関係だけでも特に奥町多いですよね。それで、皆さん一番よく知っておられるから、小原慶南さんなんか特にもよくご存知で、対策がまあたくさんありますよ。それから、やっぱり奥町で言えば柴田義人は全国で有名ですからな。それでやはりこれは贋作多いです。有名なほどあって、それで県立美術館、博物館、野崎邸なんかは本物があります。それから市里見の水谷錦氏日本画も、これ晩年は岡山の港に住まれたったんじゃないかと思うんですけど、これも市内にはだいぶあると思います。私も一軒だけ半節の河川会なんか持ったんですけど、水田錦氏のも非常に日本画としてはいいですよね。で、馬では違うけど、妹瀬平蔵のも瀬戸内氏は特に牛窓奥は関係深いですよね。妹瀬平蔵さんも晩年はちょっと絵が変わってきましたけれども、作品もだいぶありますよね。だからあらゆる瀬戸内氏には人がおられるわけなんで、そういうふうな人を、まあ、今度私の友達が、あれは正富応用されてるんですね。私もその当時正富応用がしたかったわけです。正富応用さんは非常に資料が少ないです。それでその時も私したかったんですけど、この2人の部分に一生懸命やって、なかなか正富応用のところまで手が入らないんですけど、なんかちょっとね話が前後したんですけど、先ほど恥政治が釣りに非常にまあ興味を持っとったということでね、東京にその和洋の層の組合があるそうです。それでこういう形でもこの金具はほとんど和銀を使ったものかしかない。それで先ほど言いました工作のが非常に立派なもの、こういうね竿が。それで中根喜一さん言われる人が今でも竿をこしらえたんですけど、中根喜一人のお姉さんは皆さん知っとるように海老名佳代子さんですよ。それで海老名佳代子さんが実はその長船で文化公演をした時に、海老名佳代子さんは文学時やった、最初原服の時やった。それで話を聞いてちょこっと言われて、なんか海老名佳代子さんが岡山駅から長船来る車の中で恥政治を言われたでいうことで、それで後を聞きましたんですけど、結局海老名佳代子さんは三平さん その奥さんで、今でもその現在でいろんな講演をしておりますよね。でそれが結婚した時は恥政治が仲人の親だって。それで海老名佳代子さんいうのは小学校でですからね、それで戦争孤児で非常にも苦労されて親戚を転々して、それで恥政治さんがその何かの縁でその兄弟を育てて、だから公演の時にも恥政治さんは私の親代わりしてもらいましたということの話も出ておりました。そういう関係で海老名佳代子さんは非常に恥政治を思っておりますよね。今でももうおそらく公演でもその話が戦争孤児で、他の本へも海老名佳代子さんの私は戦争孤児で
こうしてあのしとります、苦労しておりますということをよく書いております。だからそれの弟さんが中根喜一さんで、この竿中であった。それで、この竿一本で、それでこれの竿中の春芸披露の時に信仰を廃止者がしたということもどれか随筆の中にも載っておりました。まあ、そういうことでちょっと話が前後して申し訳なかったんですけど、それから愛政治が亡くなった後にね、これはもうあの後で、大衆文芸の中の資料を手に入れたんですが、これは愛政治の亡くなった後に皆さんが追悼法で出されたんですね。それがこれは以前にちょっと私手に入れなかった。それで愛政さんと一緒に仕事された人がその思いを忍んでいろんなことをこれ書いています。それから長谷川信がした時にも橋井さんがなんか中心になってやったんですよね。あの長谷川信は皆さんもよくご存知だと思います。それから岡山では宗田博士かねも一緒に仕事をしてたんですね。あの宗田博士さんは今でも岡山図書館で資料がだいぶあると思うんですけど、色紙やなんかだんだんと出てまいりますね。まあそういうことで本当にもう話が前後して申し訳なかったんですけど、まあ、本当にまあいろいろな私の思いがあって本も恥を忍んでまあこういうことをやっております。本当にありがとうございましたと。何かありがとうございましたら